キリア、このフィールドは一体何なんだ？ここはホローエリアと呼ばれているらしいわ。ホローエリア？あんたはどうやってここに来たのか。ダンジョン探索中、光に包まれたと思ったら突然このフィールドに転送されたんだ。回廊結晶のコリドーに似ていた気がする。突然転送されたか。だったら私とほとんど同じ、その手に浮かんでいるもんよ。フィリオにはないんだ。ええ。というか、ここ…え？ここには…ええ。でも、少しおかしなところがあるというか。おかしなところ？説明が難しいの。実際に会って確かめた方がいい。わかった。そうしよう。で、俺たちが今向かっているのはどこなんだ？ほら、あそこに見えるでしょ？ああ、あの球体か。いいえ、入れないの。でも、その文様と同じものが描かれていたから。文様が浮かんできたのは、スカルリーパーを倒したことがきっかけのようだけど。でも、私には文様が出なかった。こんなことが起きるスキルなんて聞いたことがないぞ。規定の時間に達しました。これより適性テストを開始します。いきなり何？なんだこのアナウンスは。私に聞かれても困る。適性テストとかい。私も確かにそう聞こえた。なんだか知らないけど面白いじゃないか。ここを突破してテストに合格すればいいんだろ。あんた、こんな時によくそんな前向きになれるわね。この状況でテストとやらを回避できると思うか？それに未知のフィールドにはやっぱりワクワクしちゃうんだよな。どうやらお人よしじゃなくてバカの方だったみたい。私はずっと悩んでいたのに。なんか言ったか？何でも。とはいえ、俺はこのエリアについて何の。フィリア、とりあえず周辺エリアで今まで戦った敵のデータ、それと状態異常やトラップなんかの傾向も。分かったから、一度にいろいろ聞かないで。
クリアを確認しました。ん？また出た。ねえ、どうしたの？いや、ごめん。何を？ホローエリアのことをさ。テストだとか承認フェーズだとか。ふーん、それで何か分かった？いや、いくつかの仮説はあるけど。そう。なんだよ、不満そうな顔をして。だって私がずっと調べてても分からなかった。ここに来て数時間のあんたが謎を解いちゃったら悔しいに決まってるでしょ。いや、これじゃトレジャーハンターの名が廃るわ。トレジャーハンター？まあ自称だけど、 SAO には職業ってないし、モンスターと戦ったりクエストクリアしたりするよりダンジョンに潜ってお宝を見つける方が私には向いてると思ってるから。それが生き残るために重要なアイテムであることだから、トレジャーハンターになることにしたの。そうか。でも危険じゃないか？ソロでの戦闘は。大丈夫よ。トラップ対策から索敵スキルはマスタークラスだから。それは、すごいな。特に得意なのは鍵開けスキル。私に開けられない宝箱はないね。どんな強いモンスターが守っている宝箱でも、隠蔽スキルで気づかれずに開ける自信が。へえ、頼もしいな。機会があったら見せてくれるか？まあ、いつまであんたと一緒にいるかわからないけど、その時が来たら来た。さーてと、ちょっと順番が変わったけど、この先にここを抜けると。ほら、これ。確かに、この文様と同じだ。ね、見間違いじゃないでしょ？ねえ。わかった。これでいいか？多分。ほら。どうやら、フィリアの考えが当たっていたみたいだ。さすが、トレジャーハンターだな。私も、球体の中に何があるのか、知らん。きっと、この先にはホローエリアの引っ張。ああ、見るからに怪しそうだしな。ねえ。当たり前だろ。一緒に行こう。うん。うん、
さ。これって天意門かも。間違いないな。よかったなフィリア、ここから出られるぞ。出られるか。どうしたんだフィリア、あんまり嬉しそう。そう見える。一緒には行かないから。だからここでさよなら。そうか、わかった。でもアクティベートすれば大丈夫だろうし、またすぐこっちに来るよ、うん、俺はこのホローエリアに興味。ここにはまだ謎が多い。ボスクラスの強力な敵がフィールドを徘徊しているのも不思議だし、途中見かけたモンスターも本来であればどこからでも見えるはずの迷宮苦闘が見当たらないのも不思議。そう。それにこれだけ特殊な場所なら新しい武具や強力なスキルが見つかってもおかし。その気持ち、なんとなく。もし来ることがあったら私にメッセージをちょうだい。ここに。この紋章がなくても管理区に出入りで。へえ、ここ管理区って言うんだ。わかった、じゃあ来るときは連絡するよ。期待しないで待ってる。またな。きよ。またな。か。天意。システムエラーです。私って。